コア村長全体が一つの大きな家族であり、私たち全員が固く結ばれている。そして君はとりわけ重要な存在。私たちは決して君を失ってはならない。故に平等を掲げる法廷は君に有罪判決を下すのだ。私たちと共に君を永遠にここに留まらせるために。あんた何を言っているの？うんうん、確かに私は故郷のポア村長のためにいろんなことをしてきた。みんなと一緒にいたいとも思ってる。けどそれってわざわざここで議論しなきゃならないこと？ほう、君がそう思ってくれているのなら私もこれ以上言うことはないよ。よかったわね、ナビアさん。みんな、この見知った人たちはどうして全員笑ってるの？思い出した。そうか、わかったぞ。この審判は。いえ、違います。待ってください。そうではありません。マルシロック、マルシロックさん、何を言い出すんだ。私たちの考えは寸分たがわない。さあ法廷よ、彼女に判決を下すのだ。有罪判決を。ここに残ってナビア、あなたは私たちの一員なんだから。お嬢様、罪を認めてはいけません。これはお嬢様を永遠にここに閉じ込めるための審判です。弁護権を行使します。ジョインビレさん、あなたはお嬢様の優しい一面のみを見ています。彼女は優しさを持つと同時に完全に独立した考えを持った人間です。それをあなたはご存じないのでしょう。お嬢様は生まれながらにして自由で独立心が強く、何者にも縛られてこなかった。たとえカーレス様の死を前にしても、お嬢様はその歩みを止めていない。お嬢様がされてきたことは何かしらのグループの一員であることを自認する証明にはなりません。彼女は単に個人として他の方々に優しい手を差し伸べているだけなのです。その違いをどうかご理解ください。なるほど、個人としてか。だが忘れるな、私たちはフォンテーヌ人。ここは正義の国で水の国であることを。ナビアさんが個人の意思でそう決めたとしても、その素晴らしい魂が最終的に皆のところに帰ることには影響しない。水は全てを受け入れ、全てを融合させる。当然彼女のその善意も例外じゃない。水の国では全てのものが計られ、やがて皆一つとなる。見解が一致した時、その見解こそが正義そのものを表す。今の私は全てのものを代表した存在だ。私たちの見解はいずれも完全に一致している。ナビアさんはここに残るべきであり、ナビアさんと私たちは一つであると。それがあなたたちの言う正義ですか？滑稽にも程があります。あなたたちはただお嬢様にまだ個体として存在する望みが残っていることを妬んでいるだけに過ぎません。忘れないでいただきたい。あなたたちもかつて独立した自由な個体になりたいとどれほど願っていたかを。あなたたちは私たちに属する正義に背くのか？その正義が鼻から間違っているなら、それを認める必要もない。そちらの理屈であれば私たちも自分の正義を掲げることができます。私とシルバはお嬢様を守りましょう。これが私たちの正義を貫く手段なのです。どういうこと？頭が痛い。お嬢様。シルバ、なんだか頭がクラクラする。気分が悪いの。目の前に星が飛んでるみたい。そっか、ずっと奇妙に感じてた理由が今わかった。
コリナ、デジレ、ジョインビル、ジョリエンヌ、エソンヌ、あとさっき会ったジベルニーとベネッティ、それからマルジラックとシルバも認めたくないけど、けどみんなもう死んでるんだ。恐れることはありません。そしてこの罪を認めないでください。私たちは最後までお嬢様を守りますから。バカバカしい。なんでそんな堅くなに審判を受けさせたくないの。私たちが多数派なのよ。審判の国では多数派こそが絶対の正義。全ての意思を体現してるのはこの私たちなの。逃がしちゃダメよ。何があってもナビアさんを引き止めないと。マルシラックさん、シルバさん、まだ分かってくれないのか。たった二人でどうやって集団に逆らうというのだ。抵抗を諦めろ。これは崇高な審判であり、ナビアさんは私たちに属すべきなんだ。あんなことがあったのだし、孤独なポアソン町に一人残すべきではない。あんたたち一体。もう言い訳は聞きたくない。俺たちが妬んでいるだって。彼女が独立した個体なわけないだろ。みんな様子が。誰が彼女を妬むというの。最初から俺たちに属してるじゃないか。そうだろ、ナビアさん。静粛に。この声は。ヌビレットさん。法廷で騒ぐことは禁じられている。先ほど君たちが述べたことはただの茶番に過ぎず、審判を成立させるものではない。本日の審判はここまでとする。なお、法廷の許可を得ていない者が異議を申し立てることは認められていない。感謝いたします、ヌビレット様。さあナビアさん、まだ時間が残されているうちに共にここを離れよう。でも。早く行ってくださいお嬢様。ここから出る唯一のチャンスは今しかありません。おや、もしや私たち二人と離れるのを惜しんでいるのでしょうか。マルシラック。失礼いたしました。これが最後の会話だと思うとつい冗談を言いたくなってしまいまして。マルシラック、シルバー、急げ。さようならお嬢様。お気をつけて。いや待って、待ってよ。あ、ナビア。目が覚めたか。体も無事なようで何よりだ。私夢を見てたみたい。マルシラックとシルバがまだ生きてて、狂った審判から私を守ってくれたの。大丈夫か。悲しすぎて悪い夢でも見たのか。オイラがギュッと抱きしめてやってもいいぞ。先ほど私がここに着いた時、君たちのいた場所が崩れ、ナビアさんが水面へ落ちていく瞬間を見た。本来であれば一瞬でも水に触れれば溶けてしまうのだが、うん。何があったの。うっすらとだが、2匹の純粋精霊が君を受け止めて保護している姿を目にした。1秒にも満たないほんのわずかな時間だったが、そのおかげで救助する猶予ができたのだ。もし彼らがいなければ、救い出す前に君の意識は消えていただろう。ちょっと待った、純粋精霊だって。それってバシェの時と同じなんじゃ。もしかするとその二人こそ君の夢に現れた人なのかもしれない。声はいらないってずっと二人に言ってきたのに、
まさか死んでもなお私を守ってくれるなんて。こっちに来てくれ。ヌビレット、どうしたんだ？いや、大したことではない。何か話をしないか？ん？なんだよ、急に難しい顔して。どうしたんだ？あ、わかったぞ。お前、無理やり話題を探そうとすると気まずくなるタイプだろう。私はただナビアさんに一人になる時間を与えるべきだと思っただけだ。だったら最初からそう言えよ。オイラたちを呼んでおいて話題も見つからずだんまりの方がよっぽど気まずいだろ。それもそうだな。シグウィンか。何事もなく過ごせているといいが、メロピデ要塞の仕事が重くのしかかってはいないだろうか。安心しろ、あいつは水の下でうまくやってるから。超凄腕の看護師長だしな。そうか、であればいい。私と同じようにシグウィンも人間の世界を理解するのに時間がかかるのではないかと気がかりだったのでな。あ、そうだ、公爵もお前によろしくって言ってたぞ。まあシグウィンにせっつかれてだけどな。押し寄せてくる厄介ごとに最高審判官がぶっ倒れないことを祈っておく。だってさ。ああ、その気遣いにも感謝しなければな。近頃は確かに世話しない。メロピデ要塞も万事順調であればいいが。こいつ本当に話題を探すのが下手だな。他の話も振ってやろうぜ。ヌビレット、お前ってその泳ぐのが得意だろ？ふむ、当然その通りだが。え、今のはなし。別の話題にするな。お前どうやってこの遺跡を見つけたんだ？召使いに教えてもらったのか？ああ、君たちとポワソン町で会う約束をしていただろう。だが到着するとハデューイたちがポワソン町の住民の避難誘導をしていてな。その上そこに大量の物資を運んでいた。唖然としていたところ、たまたまその場に居合わせた召使いを見かけ、この古代遺跡の調査を君たちに依頼したと聞いたのだ。確かに最初は合流する予定だったもんな。遺跡を探索するくらいならあまり時間がかかんないし、お前もまだ公文書を読んでて離れられないと思ってたんだけど、まさかこんなに早く片付けて駆けつけるなんてな。みんなお待たせ。ごめんね、だいぶ落ち着いたよ。さあ探索を再開しましょう。ところでヌビレットさんも一緒に行くの？ああ、同行させてもらおう。また一人増えたな。よーし、それじゃあ出発だ。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。ママに、ほっ、だだくんだな。
いざ。ここで終わりのようだ。近くに隠し部屋らしきものもない。思ったよりぐるぐるさせられたけど、そこまで広くはないみたいね。石板？ここに奉納されてるみたいだけど、取ってみるか？待って、あまり不用意に触るのはやめときましょう。台座が4つに対して石板は3つしかないな。1つ目の台座にはまってたはずの石板がないぞ。近くの壁も崩れている。下に文字が書いてあるな。どれどれ。これは滅ぶべき国である。過去からその未来の歴史を知る。そう、どういう意味だ。誰かが意図してこの石板と言葉を残したみたいね。けどそうなると、この滅ぶべきっていうのはフォンテーヌのこと？これは予言を示した内容だろう。石板に描かれた絵は予言の描写と確かに一致している。例えばこの2枚目だが、ひざまずいてる信心深そうな人がいるな。その後ろにまた同じポーズをした人がいるぞ。彼女が見てる方向はなんだこれ。空に浮かぶ島？3枚目の絵の真ん中にいる人はフリーナ様？水神様が水に落ちたってこと？それに周りを人が囲んでるな。ちょっと理解できなくなってきたぞ。こいつらは水中にいるのか？でこっちの4枚目だけど、これは私も知ってる。フォンテーヌで噂になってる予言と完全に一致してるみたいね。人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神倉で涙を流す。この一連の石板には他にも多くの情報が隠されているのだろう。だが私にはその意味を全て読み解くことができそうにない。一枚目の石板が欠けているゆえにな。申し訳ない。そんなこと言わないで。別にこういった予想外のものを解読するのがヌビレットさんの役割ってわけじゃないんだから。石板を見てたら寒気がしてきたぞ。だって怖くないか。これってつまり未来の歴史ってことだろ。この予言って絶対に当たるんだよな。こんな未来に立ち向かうのはさすがに遠慮したいところね。でもこの絵をつなげて見てみるとどっかおかしい気がしないか。そうね。確かに、もしこの4枚の絵が時系列順に並んでるとしたら、4枚目のフォンテーヌが水没する絵が先で、次に3枚目の水神様が水に落ちる絵になるはずだよね。だがこの石板では順序が逆になっている。
これが時系列通りなら、3枚目にフリーナ様がいるし、この2枚目に書かれてる方は先代の水神様なのかも。エゲリアか。彼女を実際に見たことはないが、絵に描かれた彼女の姿は確かに記録と一致している。先代水神が空に浮かぶ島に向かってひざまずき、その姿はまるで罪を認めているかのようだ。まさか水神様が罪を犯したってこと？そうじゃなきゃこんなことをする理由が。どうしてこんな古い石板が存在するのか気になってたけど、内容を見た感じ、まさかこれが予言の元になってるとか。そうなると過去にもこの石板を見た人がいるんじゃない？だったら石板を作ってこの言葉を残した人は誰なんだ？どうやらその手がかりはフリーナから得るしかないようだ。そうね、もう近くに手がかりはなさそうだし、ここで時間を無駄にするのはやめて戻りましょうか。そうだな、まずは安全な場所まで戻ろう。ここで別れましょう。一応まだスピナディロースラの方を見ておきたいからね。ほら、助けてもらっているにせよ、自分の目で見といた方がいいことって多いし、その方が安心でしょ。あちこち走り回ったのにまだそんな体力があんのかよ。元気だな。親はクタクタでもう倒れそうだぞ。今夜はサンドル川に戻って休んでちょうだい。長いこと付き合ってくれてアンガとね。私もこれで失礼しよう。みんな大変な一日だったな。ゆっくり休むといい、旅人。私は明日の午前中フリーナに石板のことを聞くつもりだ。君もきっと気になっていることだろう。時間があれば明日の午前中に私の執務室へ来るといい。聞いたことを共有しよう。本当にフリーナに直接聞くのか？大丈夫かな。どんどん真相に近づいてるはずなのに、逆に恐怖が増していってるぞ。彼女はずっと秘密を隠している。そうやすやすと譲歩することはないだろう。だがそうであればあるほど私は自分の役割を果たし、彼女に現状を理解させなければならない。おう、しっかり頼んだぞ。何しろフリーナと話せるような立場の人ってお前しかいないし。今夜どう話を切り出すか慎重に検討しておこう。旅人バイモン、サンドル川にあるスピナディロースラの拠点は変わらずあんたたちを歓迎してるからね。安心して泊まってちょうだい。それじゃまたね。ふう、やっと戻ってきたぜ。お、戻ってきたか。今夜はあんたら客人のためにスペシャルメニューを用意してあるぜ。お、おいしいものまで用意してあるなんて。ナビア、あ、いや、ボス最高だぜ。メインディッシュだけじゃなくてデザートもあるぞ。いいか、これは全部オイラのだからな。ふぅ、昼に会ったことを一瞬で忘れられたぜ。
おや？この声はまさか。え？あなたたちどうしてフォンテーヌにいるんです？ですね、道中で誰に会うかなんて水裏の番でいちいち占ったりしませんから。モナがフォンテーヌにいるってことは、お前やっぱりフォンテーヌ人だったのか。フォンテーヌには用事があって市内にホテルを取ってあるんです。今日は辺りを散策していたのですが、まさかあなたたちに会うとは。でもパイモンはどうして私がフォンテーヌ人だと思ったんです？メギストスがモンドのせいに聞こえないからでしょうか。うん、そうだぞ。まあ私も昔は自分のせいを持っていましたよ。いや、これは話さなくてもいいことですね。とにかくおばばに弟子入りした後、偉大なる先生術師になるための第一歩はそのせいに変えることだと言われまして、まあそこに関しては仕方ありません。おばばは優れた先生術師ですからね。言われた通り今の姓に変えたんです。でもその時はメギストスが古の一族を代表したものじゃないとは知りませんでしたが。あれ違うのか。はい、メギストスは私やおばばが姓の代わりに使っていますが、一般的には偉大なるという意味で解釈されています。自分を称えるような言葉を名前に入れるなんて、まさかその部分も家系図に載せるつもりじゃないだろうな。ええ、そうなるでしょう。いずれにせよ将来弟子を持つようになったら私もそう名付けるつもりです。アストロマンサーバーベロストリスメギストスです。うえ、どんだけ長いんだよ。それも偉大なるって意味なのか。私の名前の意味は偉大なる先生術師モナですが、おばばの名前はそうですね、直訳すると三倍偉大なる声楽者といったところでしょうか。まあ先生術師特有の称号だと思ってください。三倍なんだか付け方が子供っぽいな。そうでしょ、おばばはそういう人なんです。最初はメギストスを使っていたのに、私を弟子にした後わざわざトリスメギストスに名前を変えましたから。2倍どころかそれ以上にするなんて。メギストスは私たちの専門分野で使われる名刺のようなもので、通常であればその役割は姓と同じです。わからなくても大丈夫ですよ。先生術を深く勉強する必要があるときに知っていただければ問題ありません。おいおい、ゴロが壊滅的だぞ。でもそうなるとモナはフォンテーヌ人じゃなくてモンド人ってことでいいのか。ええ、私はモンド生まれですよ。両親はドーンマンポートに移住しています。私はある時期からおばばに連れられ各地を遊学して帰ってきた後、モンド城で暮らすようになったんです。そっか、ならよかったぜ。少なくともフォンテーヌの水に溶けることはないな。そういえば最近フォンテーヌでいろんなことが起きているのを知っていますよね。たとえこの国の人じゃなくとも、あの異様な水には近づかない方がいいですよ。なんだか嫌な予感がしますから。あの水はかなり厄介そうです。ええ、例の予言に起因していると言えますね。先日スチームバード新聞がコラム作家である私をフォンテーヌのシンポジウムに招待したんです。そこで最近流行っている予言について先生術師としての見解を述べることになりまして、招待状はかなり前に届いたものでしたから、当時はフォンテーヌがこんな大変な状況になるとは誰も予想していませんでした。あの予言のことモナはどう思ってるんだ。先生術師の意見を、せめてそれが現実になるかどうかだけでも聞かせてくれないか。じゃないとオイラ不安で仕方なくって。
確かに私は生成術師ではありますが、あの予言はフォンテーヌ、ひいてはテイワット全体の運命に関することです。それを確認することは世界全体を占うことを意味します。そのようなレベルとなると誰にでもできるようなことではありません。もし私にそれができるのなら、先生術師ではなく予言者と呼ばれるべきでしょう。ただ逆に考えると、あの予言には比類ない力があります。きっと強大な予言者によるものなのでしょう。その内容は世界の運命に関わるものであり、根拠がないからとないがしろにするのは絶対に間違っています。予言者、聞くからにすごそうだな。本当にこの世界にそんな奴が存在するのか？いますよ。そのレベルの占いでしたら、おばばができます。おばばの姉妹たち、つまり魔女会にも似たようなことができる人がいるかもしれません。え、あなた本気ですか？わかりました。こんなに真剣なあなたを見るのは珍しいですし、私も協力しましょう。おばばに連絡できたらすぐに知らせます。ありがとな、モナって本当に頼りになるぜ。ふふん、私にしかできないことですからね。さあ、全力で私を褒めたたえてください。よっ、最も偉大な先生術師モナ様、オイラたちの知り合いの中じゃお前より星に詳しいやつはいないぜ。そうそう、その通りです。すまない、入り口の方から何やら騒がしい声が聞こえたんだが、もし何か手が必要なら気兼ねなくスピナディロースらに声をかけてくれ。まずい、テンションが高まりすぎて注意されてしまいました。それでは私は用事を済ませてくるので、情報があったらまた連絡します。モナのやつ、そそくさと逃げてったな。スピナディロースらの人がオイラたちのことを疑いの目で見てるぞ。とにかくモナに手伝ってもらえることになったし、フォンテーヌの友達もいつかオイラたちに感謝してくれるはずだ。起きれたけど、まだ少し眠いぞ。今日はヌビレットのところに行くんだろ？早く準備して出かけようぜ。行こう。やっぱり先輩の手助けが必要なんじゃな。何か用ですか？これでよし。様とフリーナ様が揉めているようなのです。その様子を見てきてくれませんか？
だから僕はもうはっきりと言ったはずだ。問題が根本から解決されていない以上、君と私の間ではいかなる言い訳も通用しない。失礼を承知で言わせてもらうが、自分の立場を理解していただきたい。君は水の魔人ホカロルスだということを、これを見るといい。ポワソン町の事故の犠牲者リストだ。あ、この人たちは皆、今回は止められなかった。だが同じことを繰り返すのはこの私が許さない。もう一度言う。知っていることを洗いざらい私に教えてもらおう。昨日ポワソン町の近くにある古代遺跡で3枚の石板を見つけた。これについて心当たりは？なんだい？急に尋問するような口調で聞いて。僕は何も知らないぞ。でも今、古い遺跡で見つけたと言った？ああ。それが君に尋ねた理由だ。石板は4枚あったはずだが、1枚目の所在はわからず、残り3枚には、それぞれ異なる絵が刻まれていた。すべて予言と関わっていると思われる。予言？そのうち2枚目の石板には、先代水神エゲリアが空に浮かぶ島に向かってひざまずき、罪を告白するような姿が書かれている。これについても何も知らないと。知らないね。そんな石板見たこともないから。もう一度問う。君は先代水神と関わる情報を本当に一切持ち合わせていないのか。石板から読み解いた情報によると、水神エゲリアはあることについて謝罪もしくは罪を辞任していた。これに関して一番知っているのは君のはずだ。どの神だって秘密くらい持っているんじゃないかな。先代は先代で僕は僕さ。知らないのも別に変なことじゃないと思うけど。君が焦っているのはわかるよ。でも悪いけど、本当に言えることは何もないんだ。うん。フリーナ殿、こうなったら単刀直入に言わせてもらう。君が各方面の力を使い、裏で何か調査していることは把握済みだ。様々な証拠が示している。君がずっと密かに予言について調べていることを。水神として予言を調べるのは別におかしなことではない。だが、エゲリアの秘密を知らないと言い、調査後に何の動きも見せないのは非常に妙だ。君は君が見せているほど、浅はかではない。そして、誠の愚者でもない。しかし、君の行動は極めて矛盾している。君はそんなに僕のことを気にかけてくれていたのかい？そんな風には見えなかったよ。君は僕が裏で調べていることを知っている以上、僕に対してまた別の視点を持つようになったんじゃないかな。僕を尋問したり疑ったりしたところでまるで意味はないよ。君は最高審判官である以上、僕の部下であり僕に従うべきだ。君はただ僕という神を信じればいい。心の奥底で納得できるかどうかは別として、ただひたすら従えばいいのさ。いずれにせよきっとうまくいくのだから。うん、僕が言いたいのはこれだけだ。この件で話すことはこれ以上ないよ。おお、いけない。もうじき歌劇場の開演時間だ。それじゃあまた。フリーナのやつ、オイラたちが入り口に立ってたことに気づいてなかったみたいだな。どうしたんだろう。顔は笑ってたけど、内心はオイラたちの盗み聞きに気づく余裕もなかったとか？
ドアの外でだいぶ待っていたのだろう。俺、バレてたんだな。フリーナは気づいてなかったみたいだけど。彼女はひどくうろたえていた。理由は私にもよくわからない。討論は幾度も暗礁に乗り上げてしまったよ。事態をこれ以上放置するわけにはいかないというのに。しかしどうしても解せない。対話はコミュニケーションの基本だというのに、なぜ彼女はああも対話を拒む。事情を知るものであれば誰もがフリーナには秘密があるとわかる。問題は態度だ。やむを得ない時が訪れるまで何も明かす気はないのだろう。もしかすると口を割らざるを得ない状況を作る必要があるかもしれない。それってどんな状況だよ。一般的に人は裁きを前にして初めて真相を語るものだ。水の魔人にそのような場所に立たせれば、あるいは。でもフリーナはこれまでたくさん審判を見てきて、質問を回避するのが得意だろ。ちょっとでも動きを見せればすぐどっか行っちゃうし、どうやって逃げられないようにするんだ。周到な準備と様々な勢力の手を借り、あらゆる措置を講じる必要があるだろう。できればいかなる形であろうと、こういったことには加担したくなかったが、すべては予言を現実のものにしないために必要なこと。彼女にとって少々酷ではあるが、フォンテーヌ全体が危機に瀕している今、神が持つ情報はあまりにも重要だ。そこに価値があるのならば、イチルの望みにかけるしかない。力を貸してくれる人物に心当たりがあると。よし、これでみんな揃ったぞ。にしてもこんなところに隠れるなんてよく思いついたな。ポワ村長は最悪にあったばかりで、今は人が少ない。だから話し合いにはちょうどいいと思う。このマジシャン、オイラたちの隣に座ってさも当たり前かのような表情でお茶を飲み始めたぞ。家族は一緒に座ってひとときの安らぎを楽しむべき。ここでお茶をいただくのも悪くないね。どうかな、一杯。みんな話を聞いてちょうだい。それとも適当に誰かを選んでこの場を任せることにする？あんたはどう？無理だよ。じゃあヌビレットさんは？私がその役を担えば、この船を法廷のような雰囲気に変えてしまうだろう。ほらね、進行役はやっぱり地元の大ボス、つまり私がやらないと。これで私に注目してくれるね。前置きが長すぎる。確かにそうだけど、とにかく私たちの共通の友人である旅人がみんなを集めて今後のことについて相談したいんだってさ。具体的にはそうね、みんなで力を合わせてトラップを一式仕掛けるの。へえ、なんだか面白そうだね。でしょ。まあトラップっていう表現はついさっきクロリンデから聞いたのをそのまま使っただけなんだけど、急にみんなの前で話すことになったからさ、具体的な内容は彼女に説明してもらいましょう。さあ拍手。はあ、自分に任せろと言っていたはずだが。まあまあ、あんたの仕事ってあんまり喋る機会がないんでしょ。これを機に鍛えておけば職場でも気の利いた言葉を自然と使えるようになって、上司からも贔屓してもらえるんじゃない。そうか、では上司はどう思いますか。上司と認めてくれるとは光栄だ。精進するといい。
では、皆、狩りをしたことはあるか？ないと思う。小さい頃フレミネと一緒に木の棒とカゴでノウサギを捕まえたことがあるよ。リネットは、そうそう、その日は体調が悪くて参加できなかったんだよね。魚ならダイビングしてる時に何匹か捕まえたことあるけど、それもカウントする？うん。であれば、どれも本当の狩りとは言えない。みな、聞いたことないかもしれないが、フォンテーヌには昔ファントムハンターというチームがいた。ただ彼らはハンターと呼ばれていても、狩りの対象は動物ではなく、古代のレムス王朝が残した多種多様な魔物だった。今のフォンテーヌは魔物の数が減り、ファントムハンターも人混みに隠れ、他の武装勢力に所属するようになった。そんな彼らはフォンテーヌ人のために独特な狩猟方法を残している。トラップを構成するものは次の3つだ。おとり、トリガー、拘束装置。獲物を処理する必要があれば、それに処刑器具も追加される。今ここにいる皆がトラップを作るとしたら、どんな構造のものを選ぶ？僕はやっぱり鳩とかウサギが餌に誘われる感じで自然と入っちゃうようなカゴ構造のトラップが好きかな。僕たちが仕事するときみたいにほんの少し細工する必要があるけど、まあこれでも僕たち3人とも業界内じゃ実力者で通ってるから、それくらいの腕は持ってるよ。じゃあボア村長の住民の避難を手伝ってたときも同じ方法を使ったの？部下たちから泣いてる子供にマジックを披露してたって聞いたけど。うん、そうだね。おまけに並行してその一帯の情報も整理してたんだ。僕はそんなにすごくない。コツコツとした方法が好きだから。水中におとり用の餌を仕掛けると魚が手の届くところまで泳いでくる、そういった感じのがいい。むしろそういうやつの方が魚をいっぱい取れたりするんだよな。心を落ち着かせるのって何よりも大切だし。私は二人のアシスタントをやる。ノーアル鷹は爪を隠すというものか。私だったら動物型のマシナリーを使うかな。パパが昔クロックワークのリスやネズミとかを買って森にいる仲間を誘い出してたのを見たことあるんだ。あんたもそういうのが好きだったよね。当時一緒にいたでしょ。確かにそれはいい方法だ。完璧な偽装を施してあれば、同類はおのずとついてきてトラップにかかる。ヌビレットさんはどうですか？私はあいにくそのような経験を持ち合わせていない。それもそうでしたね。あなたは腕や細工に頼ることなく、直に問題を解決することがほとんどでしたから。でしたらもう一つ質問させていただきます。もし今私たちが大掛かりなトラップを作るとしたら、それはどんな形であってほしいですか？効果的でありながらも獲物をひどく傷つけるものではなく、また優しいものであってほしいと願う。慈悲深いお方だ。ただそれは拘束装置と処刑器具の設計に関わってきます。一撃で仕留める必要のある獲物の場合、私は最も強力な処刑器具を選ぶ。そして注意深く見張らなければならない獲物に対しても同じ選択を取る。どうして？獲物を最も巧みに無力化できるハンターこそ命を傷つけることなく獲物を掌握できるからだ。生と死は往々にしてわずかな一年の差でしかない。つまり僕たちは今から狩りに行くってこと？この例え方はオイラたちも予想してなかったな。納得できそうでなんか違うような気も。もし捕獲と処分が獲物に対する審判であれば、私たちのやることは似たようなものだ。高みに座す神を裁くのなら、狩猟の100倍は胆力が必要となる。なるほど。なんだか面白そうだ。
ここ数日、ほんと忙しかったな。数えきれないほどいろんなことをしてきたぞ。ふぅ。あんなに長時間話し合うなんて、あいつら意気込みが半端ないな。せめて少しくらいはたじろぐかと思ったけど。ああ、素直なフレミネは怯えてたか。でも、他の奴らはせいぜい驚いた程度だったぞ。え？おいらか？こういうことってあんまり経験がないからわかんないな。でも、お前と一緒ならきっとうまくいくと思うぜ。だって、他の奴らがどんなに頼もしくても、おいらからすると、お前ほど信頼できる奴はいないからな。ひひっ。あれ？お前、いつの間にお茶なんか入れたんだ？オイラ気づかなかったけど。じゃあ、なんだこれ？見たことないコップだよな。